の絞りコード高くない？まず基本の P カッター買ってみるのもいいっすよ。コスパ最強筋彫り工具は何か。 P カッターの買えば筋彫りに使うには太いって言われてるんですよ。アートナイフプロ用のパーツが 0.4 になる。細いの使えばね。基本的に交換ができしにくいものはあんまり使わないようにしてる。平刀2本はまあサイズの違い。これ引きかき刃っていうやつなんですけど、パーツにこうやってガッて引くシャベルのような使い方をするときに使う。あと曲線刃の使い方をあまりご存じない方が多い気がする。曲線を切るのに向いてるのかな。何がいいかっていうと、刃が当たる量が丸く当たるようになるんですよ。裂くような使い方が実は向いていて、刃が止まるし抵抗で止まってくるんですけど、曲線刃だと刃の当たり方が変わるので、入っていくときに丸く刃が当たってスーッと進んでくるんですよね。全然違う。裂くような切り方、丸刃の方が向いている。まっすぐ切りたいとかの時は直角の刃の方が向いてるって感じですね。特に美少女プラモが今多い時代なので、1本持ってみると全然違いますよってところですね。本当にマスキングテープとかデカールとか切るときにもすごく向いていて、マスキングテープをパーツの下を切らないように切る。まっすぐのナイフだとこう切るから、はい、まあこういう風にがっつり傷つきますよね。こうスーッてやってあげるとまあ見えないですよね。あ、本当だ、ない。で剥がせる。ちゃんと切れてる。一回で切るとデカールごと引っ張っちゃったりするんですけど、円形刃でこうやって上から押し切ってあげると、ちゃんとデカールを曲げずに切ることができるので、円形を普通にとはデカール使う人、美少女プラモ作る人とかは絶対1本持っといた方がいいやつ。まず誰だお前はからですよね。電撃ホビーマガジン、ことぶき屋さん系のキット、アーマードコアとかフレームアームズとか、あれ系の作例をよくやらせていただいておりまして、今は YouTube でだらだら配信をしていたりとか、電撃のホビーウェブの方で作例をやらせていただいたり、モデルグラフィックスさんで作例やらせていただいたり、新宿のヨドバシカメラの夕方5時プラ、月末の金曜日に公開される作品を作ったりとか、うろうろ活動しております。ちょうど今日この話をしようかなと思ったきっかけなんですけど、これ普通の P カッターの買えば、このサイズの P カッターに使うやつ、結構筋彫りに使うには太いって言われてるんですよ。ですよね。割と僕この P カッターそんなに気にせず使っちゃうからいいってよかったんですけど、刃がなくなったから買い替えていこうと思った時に、アートナイフプロ用の買い刃を買ってしまったんですね。これが普通の P カッ模型に使う P カッターの買い刃ですね。これでも S 型って言われるタイプではあるんですけど、アートナイフプロ用っていうのはこちら。ん、なんかえぐい感じになってますね。そうで、こっちが 0.5 かな、5が 0.55 かなんですけど、でこっちがハーツが 0.4 になるんですよね。こんな形してんですね。こっちが 0.4 で、通常の作ったピーカッターが 0.55、はいはいはい、だから 0.15 ミリそっちの刃厚が薄くて、で刃が薄い分切っ先も、まあ、若干シャープになってるんですよ。まあ、これだったら、まあ0.4 って言ったっけ。相当こういう引き方をするんですけども、0.4 で先端はまあもっと短かったりもするので、まあ、実質 0.3 ミリぐらいの筋彫りが来れるかなっていう感じですね。そうですね。頑張れば 0.2 もいけるかもしれないぐらいの。へえ。なので要はいわゆる P カッターで彫ると筋彫り太くなるよねの話が、こっちの話をみんな示してたりする可能性高いと思うんですけど、はい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 、じゃあ細いの使えばいいねっていう話になる。これ僕間違えて買った時に、あ、こんなちっちゃいの今出てるんだっていうのを含めて、あ、これはいいなと思って今日こういう刃物の話をしようっていう感じになったんですよ。おー、なんかラインチーベルとかと同じ形に引っかく、なんかこの鍵詰め状でここ、はいはい、回転的な感じだなって思いましたけど、そうそう、ラインチーベル系もまあ今いろいろあるけど、なんか全部の筋彫り工具高くないっていうのはちょっとあって、あ、そう、なんかそれいうのを、まあ、試して買うのは全然いいと思うんですけど、まあ、まず基本の P カッター買ってみるのもいいっすよっていうところと、だって5枚ぐらい入って300円ぐらいだしっていうのと、あとこういうちっちゃいナイフの刃の選択肢もあるよっていうところですね。コスパ最強筋彫り工具は何かみたいな。マキさん、飛行機モデルの彫り直しに良さそう。72でも、まあ、動力とかだったらいいかな。どこまでどこまで凝るかっていうところですよね。僕割と使ってる筋彫り工具安いものが多いんですよ。
タガネの入手性がちょっと悪くなったからってのもあるんですけど、はいはい、まあ、このピーカッターとさっきのジェノドーさんのやつとあとデザインナイフとかになるので、そう基本的にあの交換がでしにくいものはあんまり使わないようにしてるって感じです。そういう系でいうとアートナイフプロ用の買えば今いっぱいあるよっていうのでいろいろ買ってきましたというか最近使っているものですね。これそれぞれ違う使い方をするんですよね。要するにそうですね、まあ、これは平刀2本はまあサイズの違いとかになってくるんですけど、まあ、さっき研ぐ話をしたんだ、まあ、彫刻刀を研いだりとかして自分の使いやすい刃先の形とか綺麗にしておくのもまあ楽しみ方の一つではあるんですけど、めっちゃ錆びてる恥ずかしい、まあいいや、まあ売ってるし200円だしで、まあ、若干錆びやすさはあるんですけど別に良くないっていうところですごく使いやすいからおすすめだし、めちゃめちゃ切れ味がいいのがもう最初から保証されてるからいいっすよっていうところ。あとこれ引きかき刃っていうやつなんですけど、パーツにこうやってガッて引きかくシャベルのような使い方をするときに使う刃物ですね。そうですね、なんかただもうそれこそラインチゼルとかみたいな感じのカンナ掛けの要領で、そうだからちっちゃいところを多分あの内側削りにくいところをカンナ掛けするときとかに使うんだろうなっていう。ああそうか、例えばあのパーツの裏側みたいな、そうそう、ピンを切った後にピンの切ったところをちょっと綺麗にしたいときにこうやってクイックイってやったりとかすると綺麗にいきやすいのかなっていう、まあすごい限定的な刃ですね。ちょっと余談になると、超音波カッターエコーテックさんが、はいはい、前にこういう刃が欲しいってちょこちょこ言われることがあるんですけど、本当にいるのってツイッターでなんか本当にこの形の刃を聞いたときに欲しいですって言われた、あのリプライが100件ぐらい来たのかな。そんなに。そうで、その正式に、いや特注で前は作ってたんだけど、あの正式にこういう引きかき刃を超音波カッター用のが売ってたりもするんですよ。今も売ってるのかちょっと分かんないですけど、タミヤさんのパッケージになってるものもあったり、大体これはどこでも買オルファさんなので買いやすいかなっていうところですね。ホームセンターとかにも売ってそうですね。そうですね。で文具屋さんに回し、文具屋さんだとちょっとパッケージが違うかもしれない。あと曲線刃の使い方をあまりご存知でない方が多い気がするなっていう気がしたので、あれですか、デカールとか斜めに切る曲線を切るのに向いてるのかな。あんまり使ったりはしない。ないね。ああなるほど。じゃあ曲線刃って何がいいかっていうと、割とねその曲線刃だからこそ割と勘違いされやすい誤解として、メス、人体を切るメスがあるじゃないですか。はいはいはい。で曲線刃ってメスも、わしあのメスとオスの間ぐらい。またの話する？しないでしょ。はい、いや、結露だよな。めっちゃ濡れてる。ティッシュ。あ、ティッシュ、そこに。キムガイはもったいない。キムガイはもったいない。はい、男の子の音もティッシュ。これね、1回目の配信のやつでね、やったやつですね。ティッシュの使い方うまいって何なんですか、ちょっと。曲線刃の切れ方の特徴として、はいはいはい、普通のカッターナイフとして、まあ、こういう風にカッターって切るわけじゃないですか。はいはいはい。ではまっすぐ押していく、その刃の平面がずっと当たっていく感じですよね。で曲線刃は、あ、なんかさ、この間クリアレジンをやったから、これクリアレジンがこびりついて切れる刃じゃなくなっている。いっぱいあるんです。新しいやつ開ければ確実では。あった。パッケージが全部あの同じ形っていうのは罠ですよね。そう一応ね、こうやって あるんだ。裏にあの自分で切って貼ってる。切って貼ってる。コツが。この刃先が曲線になるので、その刃が当たる量が、はいはいはい。丸く当たるようになるんですよね。あ、なんか切り進めるの楽そう。そう。なので、刃の使い方が変わってくるっていう感じなのと、あ、指の角度変わりますね、あのこのくるってやる角度が。そうですね、そうですね。なので、例えばさっきのシリコン切るときとか、まあ、シリコンって人の肌にまあ近い感じになるので、はいはいはい、こういうふうにまあ切り進めてるんですけど、私の胸の中に入ってるやつですね。そうなの。
いや、あのね、触っていいまで行こうかどうか迷ったけど、さすがにと思ってやめた。基本的に触っていいってことですよね。あ、触っていいって言おうかどうかって。そうそうそう、あ、ね、揉んでいいって聞こうかどうかのとこだったけど、うん、やめとこうと思ったけど、今行っちゃったっていう。案件ですよ、炎上案件ですよ。今ね、いい感じに、いい感じに嫌な顔してるめぐみさんが、ちょうど映ってなかったけど。こういうの裂くときには裂くような使い方が実は向いていて、まあ、こういうふうに普通のカッターナイフでやカッターナイフでやっていくとめっちゃ縄張ったけど、あの刃が止まるし抵抗で止まってくるんですけど、こうやっていうその曲線刃だと刃の当たり方が変わるので、こう裂いていくときに丸く刃が当たってスーッと進んでくるんですよね。全然違う、うん、ちょっとこれ100均 のグリップだからすごい硬いいい感じなんですけど、多分やってみても多分これは分かりやすいと思うんですよね。あれですかね、ヒートショーテルみたいな感じです。ショーテルの切り方ですよね。この子切っちゃっていいんですか。あ、いいですよ、そう、好きな感じで。じゃあこれね、はい、これめぐちゃんですよ、はい、じゃあここちょっとね、歯をそのままか。そうなんですね、ちょっと短いやつ。はい、これで大丈夫ですね。はい、じゃあここ行きましょうか。はい、これを、あ、これは硬い感じですよね。切りづらいやつだわ。そうですね、2回3回やんないと全然、あの少し進んだだけで抵抗になってくるでしょ。そうですね、あの、まっすぐ押し切ることは多分やめた方がいいやつで、うん、本当にそうですね、これでだから横に切るにしてもやっぱそう、あの、あ、今うまいところを探せるようになってましたね。まあ、いや、うまいところ、はい、あ、切り方でこっちの方でね、はい、こっちの曲線刃で切ってみると、ね、これだと同じようにまっすぐ切ってみましょうか。はい、切りましょう。あ、全然違う。そうか、刃の腹の部分でうまい角度で切るし、先端が奥まで行き過ぎて引っかかるってことがないのか。そう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 、だからあの刃の当たり方が変わるので。あ、そういうことか、はい、奥まで行かないんだこの子。そうそうそう、あのちゃんと逃がすところは逃がすっていう感じなんですね。薄いとこをめっちゃ延々切り続けられるのか、腹でずっと切っていけるのか。そうそう、で先端に行っても逃げていく、あの要は逃がさなきゃいけない力は逃げていくので、だから結構その要は人の手の動かし方によって切れ方が変わってくるっていうのもでかいんですよね。そうですね、これね、すごいな。そうだ、裂くような切り方をする人にはあの丸刃の方が向いてるし、普通にプラ板まっすぐ切りたいとかの時は、普通の直角の刃の方が向いてるって感じですね。ちょっといいですか。はい、でじゃあゲート処理もこれ丸刃の方が全然楽だったりします。あー、それは好みかなっていう。あ、ちょっと今画面からずれてる、多分ここかな、はい、こういうことですよね。あ、切りやすい。ただあんまり奥まで進めないかなって気がすると思うんで、ね、要は力を逃がすような刃の動き方をしてるので。あー、こうえぐっていくのめちゃくちゃいい、超切れる。そうそう、あ、そうそうそう、こっちだとかけちゃう、角度、そう、曲がるような切り方はできないです。へぇ、こんな、あ、だいぶずれちゃう。ここですね、えぐっていくような、こういうくるくるって返して切っていくようなやり方が全然違いますね、うん、そう、フィギュアとかはこういうあの円形刃の方が切りやすいっていう方はいらっしゃいますね。あ、ちょうど今ワイプのところに行っちゃってる。ワイプじゃねえや。あ、すごい。もちろん新品だからっていうのもあるんですけど。へー、こんななんだ。そう、結構その使いどころ使い方によっては、特に美少女プラモが今多い時代なので、はいはい、あの1本持ってみると全然違いますよってところですね。本当にこんな違ったんですね、はい、マスキングテープとかデカールとか切るときにもすごく向いていて、例えばこういう、あ、これもやってもらっちゃった方が早いかもしれない。あ、いや、先にやろう。このマスキングテープをパーツの下を切らないように切るっていう時に、テープだけを切る。そう。で、まっすぐのナイフだとこう切るから、はいはい、まあ見えるかな、傷がついてるのが。プラ板の傷は見えないか、さすがに。ちょっとなんかマーカーで塗って拭いてみたりしましょうか。あ、そうですね。じゃあこう。持ってみると、お供のティッシュちゃん、あ、指なんだ。指が友達、はい、友達、あ、まあいいや、触らない。あ、まあこういう風にがっつり傷つきますよね。だけど円形刃でこうスーッてやってあげると、はいはいはい、そうすると、まず、まあ、つかないわけじゃないんですけどね、つかないわけじゃないんだけど、
まあ見えないですよね。あ、本当だ、ない。で、剥がせる。ちゃんと切れてる。はえー。だからこれマスキングテープ、いやパーツにマスキングテープ貼って、そっから切るときあるじゃないですか。はいはいはい。そういうときに、パーツに切れ目がついてしまうと、要はエナメルで流した時に割れちゃうとかそういう事故にも起こりやすいし、塗膜自体が傷ついてしまうっていうこともあるんですけど、円形刃でやればパーツにつく傷は最小限で済む、うん、上から押し切るような、そうそうそう、でデカール切る時がいいんですよ。要は筋彫りをまたいでデカールを貼ると、はいはい、はい、筋彫りに墨入れができなくなるじゃないですか、でそのデカールをその、筋彫りの上から切るときに引っかいて切るとデカールごと引っ張っちゃったりするんですけど、円形刃でこうやって上から押し切ってあげると、ちゃんとデカールを曲げずに切ることができるので、円形刃は普通にデカール使う人、美少女プラモ作る人とかは絶対1本持っておいた方がいいやつですね。いいこと聞きましたね、これね、はい、ちょっと高評価押す気はないですね。高評価36ですね、今見てると54なんで、あと20いける、20いける。はい、っていうことを毎日やっていくのが YouTuber の仕事だと分かりました。なのでまあそれでいろいろ曲線刃とか高いもの安いものいろいろあるんですけど、まあ最初はやっぱオルファさんから買ってみるのが一番おすすめ、買いやすいし、交換もしやすいし、単純に値段も安いしっていう感じでおすすめですよっていうことを伝えたかったんですね。同じことをやるときに平刃、はいはい、あれで押し、上から本当に押し切るみたいなやり方もできると思うんですけど、あ、そうですね、そうすると、まあ、ちょっとね、錆びてる感じだからルールが違う感じにはなってしまうんですけど、これ平刀ですね、はいはいはい、平刀で押すと、今ちょっと見づらいかもしれないですけど、やっぱ押して、まあ、そこそこ近ある程度力を入れた感じで切れてない、え、切れてない、懐かしいCM 懐かしい、切れてないし、切れてないけど、貫通してやっちゃってるやつですかね。傷はついてるっていう感じなんですよ、一番ダメなやつじゃないですか。そうそうそう、要は全体に圧がかかってしまうので、全体にかかってしまうと、要は、押し切り切れてるところと切り切れてないところの差が出ちゃうんですよね。はいはいはい、だから円形刃でくるっとちゃんと一通り切ってあげると、ちゃんといけるって感じですね。あ、もう手応えでね、分かりますからね、切れたって。なんかピザカッターみたいなのあると一番良さそうな感じ。ああ、そう、ロータリーカッターっていうのも売ってるし、だからロータリーあるある、オルファさんであるけど、いやちょっとでかいから、がっつり使うのは難しいかなっていう、フェルト生地とか布を切るときはそのロータリーカッターっていうのを使う感じですね。ありましたね。そんな感じですね。そんな感じでございます。なんかね、刃物のことについて聞きたい方は今チャンスですよ。おすすめの工具とか、お金に余裕があるんだったら何種類か買っておくと楽ですよね。そうそう、だからナイフ関係は結構、特にオルファさんだけ揃えるだけでもいろんなのあったりするんで、まあ、特にスクラッチとかやるようになってくるといろんなものが使えるから、あった方がおすすめですよって感じですね。ちょっと派生系の話でいうと、まあ、同じ円形刃でこれ、はいはいはい、こういうの売ってるの見たことあると思うんですけど、これは、ステンレス刃なんですよ。え、違うんですか。違うんですよ。刃物の鋼材が違う。これは、合金工具工っていう謎の名前の、かっこいい感じの名前なんですけど、超合金工具。そう、え、合金工具工、工具ってそう、普通の、絵に具の工具、模型、模型の工具の工具、工具です。いや、工具工っていう合金、いろんな金属を混ぜて、まあ、工具に使うには加工性が高くって、強度も高いものっていう感じになるんですけど、で、ただその代わりこっちの方が硬いんですけど、まあ錆もするし、まあ、入手も高いけど、まあ、錆びるってとこかな。でステンレスは、まあ厳密に言うと錆びるんですけど、まあ、とても錆びにくいと、はい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 、ただ、工具工に比べると硬さは若干柔らかいんですよ。だから切れ味自体はちょっと落ちてしまうんですけど、ただ錆びないっていうのはすごく利点ではあるので、多分これも今500円ぐらいで買えるやつだと思うんですけど、なんかホームセンターとかに売ってるイメージが、刃物売り場に買ったの横にこれ売ってた記憶が、これ模型店で結構普通に売ってますね。アイガーツールさんとか結構今使ってるかな。割とそのただ切れ味が若干落ちるんでプラには向かないけど、まあ、テープ切る分ぐらいはちょうどいいかなぐらいの感じですね。コスパがいい、まあ、本当に切れてなかった、そうだからね、工具工の方が切れ味はいいよっていう。
その上から押し切れる感じが引くんじゃないんですよね。そう、回す。押し切る。そう、こういうことですよね。こういうこと、こういうこと。はいはい、これで剥がれてる。ああ、へえ。多分こっちでやってるともっと楽に切れるからと思う。わーいわーい。あとなんか近所の模型のお兄さんが教えてくれてるやつ。これがガクッ。そんな強くしなくていいですよ。本当にあのもっと軽くさらっとそんなもんで。ほらもう一番浅いところに切れてるので、すごい。あ、本当だ、切れてる、すごい。ちゃんとよく切れる工具というか刃物を使うと、あの本当力入れなくて済むようにもなるので。なるほど、うん、え、めっちゃ低圧でもこんな吹けるんですね。これ以上濃くなると多分あのメタリック感が忘れるので。え、ブツブツ消えてるじゃないですか。消えないって教わったんですけど。